もうそこにチラシ配ってたのかなと思っております。続いてあと3組、4組ぐらいいるんですけども、一番遠くから、2番目遠くから茨城から来てくれました小山くんがウクレレで1曲、賛美をしてくれます。じゃあお願いします。準備お願いします。その後、あきらさんはですね、ちょっとそよ風メッセージをちょっとしてくれて、その後あやさんと手話があります。手話と僕の曲一緒にやるのが最後に、宮沢さんがトランペットで、素晴らしい曲を演奏してくれるふさわしい曲を最後にトランペットやってくれます。期待していきましょう。最後まで楽しんでいきましょう。じゃあ小山くんいいですか。つなぐ一応エレアコは忘れられない。あ、そう、電池ついてる。 OK、 じゃあマイクで拾おうか。じゃあ小山くんに大きな拍手を。茨城から3時間かけてきました小山翔子と申します。抽象的に私の名前を紹介すると、光あげて最初に神様を言ったんですね。光をつけたんです。その光が高山の方です。で、山は神様を地上を通して神様の存在を表します。その山が高山の山です。下は聖書の聖を言って、聖書の聖という字を取って聖語という聖字になっています。その下の悟るという字を、悟るというのは神様のことを悟るとか言いますけど、その悟るという字を聖語と書いて聖語という名前になっています。つなげて高山聖語と言います。よろしくお願いします。今日は、私は臨済宗というところで伝道してるんですけど、千葉ニュータウンという駅の前で、路上ライブなんですけど、それを神様のことを歌って神様のことを伝える働きをしています。その中で一番歌っている、賛美詩ハレルヤという曲がありますので、もし踊りを知っている方がいましたら、踊っていただけたら。
に感謝していきましょう。ありがとうございました。